岩田菅葵は、馬の鈴草加菅葵族の常緑の多年層。歯に長い傭兵があり、暗視色になる。傭心は円形、または卵型で、長さ、幅ともに5から7センチメートルになり、先端は、A 頭から高円形、基部は深い心形になる。歯の表面は、暗緑色で光沢がなく、単毛が治るし、雲紋状の白斑が入ることもある。歯は、 同族の姫冠葵に似るが、同種と本種では開花時期が異なる。花は10から11月に咲き始め、翌年3から5月まで見られることもある。花は緑紫色である場合が多く、花弁はなく、学列片が花弁状になる。学頭は丸みのある小形、または円筒型で、長さ12から1 4トル、計12から1 4ミリメートルになる。学にの入り口は、 管の発達が弱いため広くなる学頭内壁には弱い毛状粒気があり、約30個の縦脈と約10個の横脈があって、盲目状になるが、同族多種と比べて粒気が弱いためあまり目立たない。その表面には多細胞のほの毛が密生する。学烈片は卵状三角形で、長さ10から 12mm、学頭より短く斜めに開き、表面には 学灯内壁のほのげと同様な毛が連続して生える。湯水は12個あり、花糸は約より長い。河中は6個あり、先は角状となって直立して、学灯の入り口まで達する。日本固有種。本州の東海地方に固有で、静岡県岩田市付近及び、静岡県と愛知県の県境付近に分布し、低地から低山地の紅葉樹林の湿った臨床に、 生育する。種商名黒沢へは、この種の発見者で、静岡県の植物研究者である、黒沢美貌への県名である。静岡県の高校教師で、植物研究者である、黒沢吉封は、1965年に、静岡県岩田市の林下でカンアオイに似た植物を採集し、杉本淳一に生ないを提供した。杉本は、この種について、 学編に細毛があること、学頭内面の網目突起が著しく細密であることなどから、1968年、この種を新種として、北陸の植物ザ・ジャーナル・オブ・ジオボタニー、ボリューム n y ナンバー2に、記載発表した。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。